はい、こんにちは。昆布チャンネル TV ミネラル豊富テキスト14ということで久々の投稿になります。期待してた方は少ないとは思いますが、今回はねちょっと趣向を凝らしてっていうか箸休め的に己のポケモン道というのを、やっていければと思います。ポケモンマイスターになる、マスターではないっていうところが、はい、ポケモンマスターではないですからね、はい、あくまでマイスターどういうこっちゃと、はい、と勝手にポケモンマイスターと名乗らせてもらうことにいたします。ではでは、己流ポケモンマイスターの定義を少々。基本緩い、はい、緩い。基本ポケモン GO というゲームを時代の波に乗りインストールいたしました。ポケモンについてそんなに詳しくはない。詳しい情報またチャンネルと検索で仕入れる。ポケモンくんたちについて詳しい情報を提供している。ポケモンタイプの属性についてかなりアバウト。属性によって効かないのに破壊光線、ソーラービーム、ハイドロポンプをとにかく好んで使っていた。うん、使ってた。人それぞれ違うポケモン道を楽しみ方を尊重する。とにかくポケモン GO を楽しむっていうやつです。はい、勝手になるぞポケモンマイスター。マスターではないですからね、マイスターですからね、という定義を自分なりに、つけさせてもらいました。勝手ですがポケモンマイスター目指したいなと思いまして、ポケ活をまだまだ楽しみたいなと思いまして、今回ちょっと緩い動画になります。でね、はい、それだけじゃつまらないなと思って、今ので2分少々なんで、まあね、ソロレード、カメールのソロレード、はい、これは検証でも何でもありません。単に可愛いね、この目ん玉単に可愛いで、よくよくねちゃんとやってみるとね、ポケモンたちがあのなんだこの属性はこの属性に強いとか何々ってのもところもまたあの面白いんですけども、単にこのバトル、レードバトルやっててね、ああ可愛いなーってこういろいろこの見方を変えながらポケ活するのも楽しいって、ね、なんかカメールのこうやられる時にねシュパッってするわけですよ。なんか愛くるしくてね、という見方もしてみてはいかがでしょうかという、ところです。ちっちゃくなっちゃった、ちっちゃくなっちゃったという、まあね、こういう小さなレードもちょっとこまごまやらさせてもらってます。でゲッチャレ、カメール君のゲッチャレ、なんなんだろう、短足だから可愛いのかな。まあね、甲羅ね、ポケモンってすごい考えた人たち面白いですよね。まあそんなの知ってるわーいになるのは分かりますけども、はい、私のあの見方からっていうことでなんとかお許しいただければ、はい。で続いてまたもやリザードレード、これね知ってました。一番初め入るとリザードとかカメルとかわーって騒ぐんですよ。あ、それ撮りたいなと思って一回出たんですよ。で一回出てこうやって一回出てまたわーっていう可愛いところ撮りたいなと思ったら、実はこれ2回目入るともう泣かないんですよっていうね、小さなところにもねいろいろ気づくわけですよ。ほら何もわーって言わないでしょ。これ初めて入った時だけうわーってポケモンたち、レードのポケモンたちは騒ぐわけですよ。それね結構かわいいんですよ、はい。でどうでもいい情報ですよね今のはね、はい。カメール君じゃねえや、リザード君かわいくないですか。この中級クラスフューチャーされてなかったんですけども、実はなんだ一つ3回進化あるうちの真ん中の進化版
なんか無性にちゃんと見てなかったかどうかわからないけども、愛くるしいやつらが多いというマイスター説かな。はい、でリザード、このでけえよね。でね、尻尾から火がね、なんだ、それこそポケモン世代でもないし、ポケモンに詳しくなくて、ただ時代の波に乗ってこのポケゴーを始めてゲーム楽しいってなって、コツコツやるようになって、ちょっとずつポケモンに詳しくなって、なんで尻尾から火吐いてんのとか、まあ知ってる人たちはそんな当たり前だろ、何言ってんだ今頃みたいな部分はあると思いますけどもね、結構ポケゴーをやった世代っていうのはかなり年配、私を含め年配の人たちもいて、詳しくない世代もやっているってところがね、楽しいところだなとは思います。でそういう人たちも一生懸命情報をこう仕入れながらね、あまり属性についても詳しくないんですけどもね、私も含め、はい、でそういうところについてね、これからもちょくちょくそういう視点からもいっぱい動画の方を配信していければと思います。短い動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。グッドボタン来ねえかな、下ボタンかな、はい、ありがとうございます。